が起こるな。そうそうそう、確かに普通じゃないことが起こるから。普通じゃないことが、まあ、それはそれで面白かったかもわかんないけどまあね、もうちょっと想像できないですよ、入ってたらどうなるかはね。まあでも周りの人に後日っていうか、その言われたでしょ、なんで入んなかったのかとか。その時はすぐあんまりそのことについてはしゃそべのらこ、なかったからそね、のしばらくしてしからばらくね。してからですよね。っていうかもう最近でしょ。いや、なんで入らなかったかっていうことを言う人は一人もいなかっあ、いた。なかった。入ること自体がおかしいと思ってたんじゃないの？そうん、音楽なんかできっないか。のに、演歌ばかり聴いててさ、YMO が突然さ、なんか演歌グループになっちゃったりしてさ。でも息子さんにそう言われたって聞いたけど。うちの、いたかもわかんない、うちの娘はあ、娘さんか。入ってなくてよかった。あ、よかったって言ったんだ。そうだそうだ。いや、入ればよかった。どっちなんだ。絵描きみたいなのね、ダサいって言うわけよ、あ、そ画う家なんていうのは。そんなんより YMO に入っていた方がよかった。なの。へえ、だけど YMO の人たちがかわいそうだって言うわけよ。入ったら。平均年齢が上がるって言っちゃうわけよ、僕のために。それはありがたいよ、僕は。僕にとってはね。そうか。上がいると。もうなんか起こったら年上に押なんし付かけられね、るそれ実現しなかったにもかかわらず、と。なんか実現したかのようにこう語られたり、実現したかのように、なんかこう僕の中にも幻想ができるわけだしさ、この細野幻さんの中に想は、もあるかもわかんないしそさ。う、幻想としてすごくいいですよ、こういうことは。そうよね。そうなんです。語り継がれちゃうじゃないですか。そう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 。なんか怒んなかったけど、どうなったんだろうっていう人をなんかこう夢を見させるそうね。力ありますから。まあでも YMO とは言わずに、今後ね、音楽に関わりたいなと思うんですけど、横尾さんがなんかこう鼻歌歌うとかね。鼻歌？鼻歌。いや、僕はね、今ってこう、あれからずっと喘息になってしまって、あ、そうなの。あれで、からっていつからだ。今日もさ、声が出にくいんだけれども、出てますよ。言葉が、一つの言葉が引っ張れないんですよ。歌の場合、引っ張らなきゃいけないじゃないですか。鼻歌にしてもそんなことを何望歌んにしでてない。も。だから、大丈夫大丈夫。ボスボス、ボスボスとあ、それ面白いしじたゃない。ような歌しか。それまた特徴ですよ。個性ですから、それは。これ聞いてみたいね、ラップ。そうね、どういう歌がありますかねとか言ったりしてさ。 ちょっとやりたい。インドの歌しか知らないああ、よ。いいですよいいですよ。インド特集いいですインドの人ってラミ声のおじさんがさ、ね。ラミ声で歌うじゃない。なんかこう土ぼこりのような声ね。ああ、いいですよ。音程が合ってんだか合ってないのか分かんなくってさ、ああいう感じで、アバンギャルドにはできるかも分かああ、りいいませね。んよ。これは実現しそうですよ、これは。やっとこなきゃね。じゃあ僕も絵を描いていただいたお礼に、その企画を進いや、行さそせまれす。はさ、俺に企画なんて言ったら、それはさ、俺になんない、迷惑。全然俺にならないじゃない。 記念にね。僕が持ち出しになるわけですよ、僕の音楽性を。まあそうですよ。音楽性ね。ぜひ出してください、音楽こ性れは。はもう絶対そういうことはしたくないことをさ、させられちゃうわけいやで。いや、逆ですよ。したくないことをやらされてたのは僕だから。後で話しますけど。ご注 文ごの注時文。にね。 ではここで、横尾さんがいつも絵を描きながら聴いてたりする演歌の中の鶴田浩二さんの曲で、歌でですね、弥太郎がさ、お聴きください。
の地育ちの八太郎さんに誰が着せたか三度傘いいじゃないかい一点一六狭い身幅の旅が出す我慢をしな惚れりゃ相手を辛くする生地小息に別れたせいか憎みてさえ思い出す草は一秋一緒のままよ短いこの命春も意地なら勝ち目のせなになぜに寂しい山の サンドクリエイターズファイル、この時間はスペシャルコーナー細野晴臣の特別対談ゲストはアーティストの横尾忠則さんです。そして横尾さんのアトリエからこの番組をお送りしています。またインドの話なんですけどねもうずっと続くわけで、あれから33年経つんですね。そんな時間経ったんですかね。行ったのは78年ですって。78年っていうと僕はまだ画家転校する前だね、うん、あのあとだね。そうです、まだ、あの、うん、画家転校じゃなくてそのまだなんて言ったらいいんだろう、横尾忠則さんっていうとまだ、まあ、グラフィックの仕事やってる頃、ね、グラフィックデザイナーですよね、うんうん、でもう横尾さんはずっともうインドに通ってた時期ですよね。もうその頃はロングヘアでしたよ、うん、あった頃はもうショートだったかな。いや坊主頭になった時もあるし、ロングイヤーの時もあるししょっちゅう変わってますけど、うん、細野さんと行った時は普通ぐらいの頭だったね。今と近いですよ、うん、まあ、もうちょっとこれで伸ばした感じでね、で僕はインドへという単行本をね、原磯っていうアルバムを作りながら聞いてて、聞いてて、なんかな、読んでて、でスリナガルのあたりで横尾さんがあの瞑想したりしてね、で結局はそのお腹壊して、そうそう、これがまあ浄化なんだと、うん、そういうことが書かれてあって、うん、これだと、うん、僕が必要なのはこの浄化、うん、つまりお腹壊すってこと、うん、そう思ってて
その通りになったわけね。なっちゃった、うん、ハマっちゃったというか、うん、その通り以上だったね。以上ですよ、恐ろしかったですから、うん、ねえ、うん、僕まで便乗して具合悪くなっちゃったもんね。便乗してっていうか、まあそうですね、僕だけかと思ったら、いや、あの時は細野さん一人が病気になればよかったんですよ、うん、僕はさ、もう何度も言ってるからさ、そんなに毎回病気になってたらおかしいのよね。おかしいおかしい、うんうん、だから多分あの僕は多分ならないと思ってた。ああ、でもなっちゃった、うん、なっちゃった。だからそれ僕のせいじゃない。いや、だからお付き合いしちゃった形になっちゃった。まあそれがでも僕にとっては幸いだったんですけど ね、うん、ねだと思うよ。あの時に、ね、隣に僕がいなきゃさ、外でさ、孤独でしたから、んか、うん、テニスとかドッジボールしてみんな遊んでたじゃない。そう、うん、みんなは元気だったんで、うん、妻ね、あ、みんな元気だったよ ね、初めて行ったくせにね、うんうん、でも僕のその願いは叶ったわけでね、うん、ある意味でそのひどい症状だったんですよ、うん、食べれない、うんし、そのなんだ、うん、出る一方はね、うんうん、もうなかなかすっからかんだね。すっからかんですよ、ね、あんな目にあったのは、うん、あれ以来ないですから、うん、まあ、あれのおかげで実は我慢強くなっちゃったんですけど、うん、で、まあ、その後もしばらくっていうのか、その状態からずっと断食だもんね。もう食べれないんだからね。強制的な断食が3週間ほど、うん、だから出るったって出すものもないぐらい、あ、同じようなこと言ってる当時とその声で。あ、そうなの。いや、あの頃喘息じゃなかったよ。今の方がガラガラ声になっちゃって、うん、いやいや、でもあのこれはやっぱり横尾さんの影響はすごい強いなと今更思いますよ。僕の影響でさ、うん、下痢になったりさそうそうそうするかね。あんまりないでしょうね。うん、それはさ、僕の問題じゃなくて細野さん自身の問題だからさ。そうそう、自分の問題。お付き合いくださって、うん、でもそのこう下痢がいいんだと人を洗脳したんですから、うんうん、そう、あの、うん、あれの中で、あのコチムンの中で、うん、はい、あの出るものは、そう、その声、出るものは出せばいいって言ってた。そうそうそう、うん、その声を使わせていただいて、うん、まあでも本当にその通りだったんですよ実際。そうだよね、本当にそう、うんうん、あれね、生半可ね、うん、そういう、下剤止めの薬かなんか持ってなくてよかったんじゃないの、うん、あのね、徹底的にやられましたよ、うん、やられたよね、うん、もう死ぬかと思ったから、うん、だからあのツアーのメンバー日本の方いっぱいいたじゃないですか、うん、4、5人、うん、誰も近寄ってこない。